1 for the 勇気、 2 for the 度胸、 3 for the 覚悟、 俺がバクト。なんだよ、まったくいつも急だな、本当に。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしました？最近 DM は止まらないよ。何の DM ですか？今日も、また来てるんだけど、はい、こうやって DM がね、はいはいはい、また来てるんだけど、まあ一応こちらね、はい、はい、一応見上げようか。はい。こんにちは。突然の DM すいません。YouTube いつも拝見させていただいてます。現在悩みがありまして相談させていただきましたと。まあ、現在私と妻は、まあ、妻と二人暮らししていて、はい、結婚2年目になります。子供はいないと。まあ、というかできづらい環境がありますと。なんか理由があるんだろうな。それは僕に原因がある。ああ、そうなんだ。理由があるんだ。で、最近妻が妊娠しました。ただその妻の行動に不審があり、子供も僕の子ではないように感じています。直接問いただす勇気がなく、よかったら一緒に調べてもらえませんか。はい、連絡お待ちしてますってことで、まあ、番号いただいて、はい、だからまあちょっととりあえずかけてみて、電話状況をね聞こうと思います。じゃあちょっとかけるよ、スピーカーにしてな。はい、あ、もしもし。はい。組んでよろしいですか。はい、そうです。あ、どうもどうも。はじめまして、中村です。はじめまして。今日DM 見させていただいて、はい。先ほど見てかけさせてもらってるんですけど、あ、はい。ちょっと説明、まあ一応文章では理解してるんですが、いただいてもいいですか。はい。妻がいるんですけど、うんうんうん。できたみたいだね。はい、ちょっと浮気してるんじゃないのかなって思ってて、でそのお腹の子が自分なのかどうなのか分からなくて、うんうん、でここがなんかはっきりしないと、その子が生まれてきても自分の子じゃないんじゃないかと思って、育てられる自信もないし。そうだよね。はい、それで、まあ、信じたいっていう気持ちもあって、うん、ちょっと中村さんに調査していただければなっていう。なるほど。結構難しい部分が何個かちょっと見当たるんだけど、ただあれだよね、一番はこれ、まあ子供親がってこと、なんか不審な部分がまずあるのかな、行動として。なんかこう、なんかちょっと出かけるときに、出かけるときにおしゃれしてるときとか、おしゃれしてたり、手を離さずに、はい、ずっと肌に離さず、家の中でもトイレ行くのもお風呂行くのも携帯を持ち歩くと。そうです。なるほどな。携帯を見たことはやっぱないんだね、まだ今のところは。携帯は見てない、まだ信じたくて、ね、怖いってことだよね。なるほど、はい、そうすると不審なその携帯を持ち歩いてたり、おしゃれしたり、なんか他にもそういう怪しい要素があったら一通り聞きたいんだけど。なんか、うん、自分が帰ってきたら二人の写真が伏せてあったり、うん、あー、仕事でいないときに。そうです、出張から帰ってきたときに写真が伏せてあったり、なんか物が動いてたり変に片付いてたりして。なるほど。ああ、そういうことか。寝取られというか、人がいない隙に、旦那さんいない隙に、彼女がその浮気相手を入れて、中でそのちょめちょめというか、いけないことしてる可能性があると。はい。そうすると本当に妊娠してる相手の子供も、いや、お父さん誰か分かんなくなっちゃうね、そうなると。そうです。これやばいね、それ。はい。これ、どうだろう。DNA 鑑定をしたいとかって、まあ今は羊水でもできるなんてのもあるけど、まあかなり時間やお金もかかるだろうし、生まれてからそれを調べるのか、もう多分、おろせない時期にも入っちゃってるってことだよね、多分ね。そうですね。そうだよね。だからそこも、多分奥さんの方は誰のかっていうのは、やっぱ女ってある程度俺分かってると思ってて、そういうのって。
でもそういうことについて問いただしたことはないわけだよね。まだないです。ないんだね。じゃあ、はい、俺に依頼してどうしてほしいかな、一番は。あ、もしそれを吐かせれるならね。はい。でも、その結果によってはまだどうす離婚するかどうかとかは考えてはないんですけど。まあ、そうだよね。はい、なるほど。まあ、じゃあ今の話を聞いてる限りだと、ちょっと事前に出張に行く話をまず奥さんにちょっと日を決めてこの後やり取りさせてもらって、出張してる体にさせていただくってことがまず一点と、その時に我々の方でちょっと一応実際は行かないわけだから、ちょっとどこかでライブカメラ的に、まあ隠しカメラ仕掛けましょう。旦那さんの許可を得てるんで入れるんで、そしたら奥さんがいない隙に仕掛けて、そこをちょっと私たちこちらでね、一緒に見れるかどうかちょっとわからないけど、そこにちょっともし何かおかしいことが映り込むようなら、はい、まあ突撃してね、事実を見極める、まあ吐かせれるところまで吐かせるところは協力します。はい。ただくれぐれも、まあそうだね、これちょっと難しいな、本当裁判とか調停とか離婚とかってなっちゃう可能性もあるから、そうね、二人の夫婦関係がもう頓挫しちゃう可能性もあるけど、それは大丈夫かな。はい、最悪はってことで。あ、なるほど。はい、じゃあまあ、本当に最悪の事態は起きる可能性があると思って、これはやることになるから、そこだけご了承しといてください。わかりました。はい。じゃあ、早速その日にちを決めて、決め次第その、2日間ぐらい出張に行くってことを妻に伝えてください。はい。はい。じゃあそこをまずお願いします。はい。じゃあ、一旦ここで電話の方は失礼します。はい、すいません。よろしくお願いします。はい、はい。はい、結構覚悟決まってますね。そうだな、この件に関してな、まあ得意なんだけどな、いっぱい見てるけどさ、このなんだろうな、二つ問題がやっぱ大きく、はい、あ、三つだ、浮気してるっていうその不貞行為、はい、まあそいつの浮気相手が旦那がいることを知ってるのか、まず一個目、はい、で子供の親父誰なの、これ二個目、はい、で三個目が別れるの、別れないの、どっちみたいな、はいはい。っていうこの問題の辺が3つに分かれてくると思うから。なるほど。だ、まあ日にちが決まり次第早速行こうか。はいはい。じゃあそんな形で、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、どうも、はじめまして。はじめまして。はい、電話とか DM でも内容は聞いてるんだけども、はい、説明をしてもらってもいいですか、改めて。はい、結婚して2年ぐらいの妻がいるんですけど、まあ、なかなか子供が欲しかったんですけど、なかなか妊娠しなくても、うん、その理由は自分の精子がちょっと弱いっていうのがあって、なかなか妊娠しなかったんですけど、うん、まあ、妊娠して嬉しかったと同時に、うん、ちょっと本当に自分の子なのかなっていう、うん、ちょっとそういう疑問もあって、うん、それこそ、まあ、自分が出張とかで家を開けることがちょこちょこあるんですけど、うん、帰ってきたら2人で写ってる写真が見せられてたり、あ、なんか変に家が綺麗だったりして、うん、まあなんか人、まあ、誰かは分かんないですけど、うん、家に連れ込んでたりしてるんじゃないかなっていうのがあって、はい、でもし自分の子じゃないとか、ちょっと疑いながらも育てることができないんで、うん、あ、そこを一緒にね、はい、事実を、はい、で中村さんに言われた通り、うん、隠しカメラ、やってきてくれた。はい、あ、あと出張でちょっと家を開けるっていうのを使ってきてくれた。はい、なので、今回調査していただきたいなと。絶対、もしいるんなら来るだろうね、今回ね。はい、あ、じゃあ、それなりの、じゃあ覚悟も持ってくれてるってことで大丈夫だね。はい、まあ、最悪の結末を見ることになるかもしれないけど、それは大丈夫。まあ、くれぐれもね、感情的になりすぎないようにってところが、はい、まあ、このタイプの話は一番そこが大事で、はい、本当に怪我人とかが出ちゃうこともやっぱある内容だから、くれぐれもその時は俺も止めるようにするから、はい、そこだけ気をつけてもらって、あとはまあね、本当に思いの丈を伝えて、まあ、別れるか別れないかは自体が決めることだから、はい、
俺が決めることじゃないし、ただ事実を見てそこにおかしなことがあれば、まあ、中村も口は出すけど、そんな形でんじゃいく感じでいいかな、はい、なんかもうなんか行く前からちょっと切ない気持ちになる俺がいるよ。そうですね、うん、その隠しカメラの場所とかはその近くのなんか建物かなんかで見るっていうイメージですかね。あ、そうだね、とりあえずね、つなげるようなやつで、ね、オンライン型のペットとか監視できるやつタイプ、はいはいはい、そのタイプのちょっとね、事前に渡すように、はい、お願いして、はい、こういうのを設置しといてくれ。ああ、こうやってやるから、ね、オッケーですオッケーです。それで大丈夫、わかりました。じゃあとりあえず見張りに行きますか。そうだね、一回見て、はい、様子を見て、本当に何か、まあ、何もなかったらそれはそれでさ、まあ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 、で本当に妊娠できたってことにもなるから、確かに、まだそれもゼロじゃないからね、はい、これゼロじゃないよまだ、はい、だけどもしかしたらってところもあるかもしれない。そうですね、これを、女怖えな。いやもし本当に大きちょっとやばいですね。女でもちょっと現実あるのみだから、はい、リアルを見に行きます。じゃあ行きましょう。はい、はい、じゃあ早速行こうか。今のところなんか携帯かなんかいじってるね。でも本当に何にもないことをやってます。そうなんか出かける感じじゃなさそうだね。これいつも家にいる服装だよ。そうですね、いつもこんな感じなんで。あー、なるほどね。じゃあまあなんかあれなんだろうな、これからどっか買い物とかね、普通にするのか、ちょっと様子を待つって感じになるかな。はい。ちょっと待っててもらうかな。はい。いつも性格はどんな性格なのかさ。明るいというか。人懐っこい。そうですね。誰にでも好かれるような感じで。今まで浮気されたことは？自覚はないです。一回も話としては。はい、自分自身も浮気はしたことはないです。なるほどな。もう、でも、1時間近く待つけど。はい。まだ今のところ変な動きはないので。そうですね。結構勇気ありますね、これ。自分でしか。なんか、チャイムかなんかあったよ。誰か来たよ。配達かな。男の人が来て入ってきたから配達じゃ入ってこないだろうなって。そうです、誰だろう、知ってる、この人分かる。いや、全然知らないです。なんかちょっと手繋いでる感じで不審手回してた。めっちゃ楽しそうな人。こんなお客さん来たことはない。え、ないです、ないです。なんかもう結構距離感が近すぎちゃって、これはちょっと手握ってるよ、これ手握ってるよね、これだって確定ですかね。うん、マジかよ。まあでもまだわかんないって、手がちょっと繋いでるかな。ちょっと机で見えないんだけどね、俺からだと今。でもなんか手つないで、なんかこんなやってるね、なんかね。つないでますね。なんか、これだ、抱きしめちゃってる。抱きしめちゃってるよ。ギューってやつだ、これ。まだ始まってる感じはしないから大丈夫だけど。あ、でももう手回してるな、これ。慣れた感じ。寄り添っちゃってるからな。これ、この後始まっちゃうんじゃないの、これ。行くか。まだもうちょっとでも、念のため。今、立とうとしたところまでまた、ベッドの方行ったぞ。これちょっと最悪、始まっちゃうんじゃないの、これ。もうダメだ、それとこれとは別だろう、話。耐えられることだ、耐えられる。
くぞ、ほら。ダメダメダメ。バンナカムラカムバイヒアナンオフセー。